こんにちは、大原えりかです。ミス岩国の田辺彩乃です。さあ始まりました、ゆるなび岩国。はい、さて今回はこちら岩国国際観光ホテルにやってきました。こちらではどんな体験ができるのでしょうか。はい、それではゆるなび岩国レッツゴー。気づいたらもうお昼だ ね、 ね、時間が経つのって早いね。松金ではアイス食べたりね、甲冑着たりいろいろしたもん ね、 ね、盛りだくさんだったよ ね、 ね。あれ、あの姿ってもしかしてハースちゃん。あれ、ハースちゃんどうしたんだろう ね、 ね。そうだよね、もうお昼だもんね。あの美味しいお寿司ね、作れるの？やってみたい ね、 ね。岩国寿司は岩国の郷土料理の一つ、別名殿様寿司とも言われ、穴子や岩国レンコンなどを敷き詰めた華やかな見た目の押し寿司です。たくさんの量を一気に作るため、木枠の上に人が乗って押していく独特の作り方なんですよ。今回2人にはミニ木枠を使った岩国寿司作りに挑戦してもらいます。今日はミニサイズなので手軽にできますね。そうですね、ほんと。ハースちゃん、ハースちゃんごめん、ハースちゃん、ハースちゃんいただきます。ハースちゃん連邦乗せるね。すいません。じゃあハースちゃんに感謝しながら連邦を。おいしい連邦ありがとう、ハースちゃん。はい、乗りました。これこんなに本物になるものなんですか。ね、すごいですね。すごい。3人で一緒に遅かの。せーの、よいしょ。完成しました。綺麗な桜ですね。桜に見えますか。綺麗、ね、いただきます。うん、小さいけど、うんうん、ちゃんと岩国寿司の味ですね。これはやっぱこの味です ね、 ね、うん、美味しそう。美味しい。よいしょ。形がしっかり、うん、美味しい。お酢の甘みとね、アナゴと椎茸がすごいマッチしてますね。このデンブもまた甘くて ね、 ねしっかりです。彩りもいいし、味も美味しいし、目でも、ね、口でも楽しめる、おすすめの一品ですね。本当に。さあ、ハースちゃん、こっちの2人どっちが上手だったですかね、オリジナルのお寿司。緊張する。私の何がいけなかったのよ。皆さんも伝統の岩国寿司を作るところから楽しんでみてくださいね。